はい、どうも皆さん、こんにちは。水色です。今回はですね、FPS、TPS、PS4 の字を使うゲーム、ほとんどオンライン要素が含まれるものに関して、主に PO4 になってきちゃうんですけど、 APEX とかもね、最近自分がやってて、これは同じだなっていうので気をつけるべきことを紹介してるんですけど、敵の前に飛んでいかないってことなんですよ。例えば敵を待ってる人も、まあこういうオンラインゲームの中では多いわけじゃないですか。APEX やっててもこうやって角に待ってる人もいれば、 BO4 でももちろんこうやって角でね、強固地で待ってると。でまあ角待ちってのは、まあ、先にね弾を撃たれてしまったりとかすると、自分のね、体力がずっと削られてしまって、すぐやられちまうみたいなことは結構あると思うんですけど、それを回避するためにこうやって低空でね、まあ、飛んだりするっていうのを紹介してたりするんですけど、 APEX なんかでもこうやってスルンってジャンプしながらドゥンみたいな、あるじゃないですか。ああいうのをやった時に、例えば視点操作ミスで前に飛んじゃったと、まあ、ここは大げさなんですけど、まあ、よくあるのが、まあ、こういうところちょっと前に飛んだよね、グーンと、まあ、これはミスなのであえてやってるんですけど、自分はほとんどないのかなと思うんだけど、横に飛ぶべきところを前に飛んじゃう時、ね、初心者の視点を結構シアターとかで見た時とか、まあ、配信で初心者さんの視点を見たときに、明らかに多いミス、もったいない死に方、ベストナンバーワンが、この、前に飛んじゃって、敵の目の前に立ったがゆえに、エイムがブレて、腰打ちとエイムの、切り替えがうまくいかず、感度がね、ブレブレになりながら撃った挙句、まあ、負けちゃうと。で、敵はこうやって来てるわけだから、目の前に飛んでこられたら撃つだけで死ぬんだよね。腰打ちだろうが、エイムだろうが、目の前に撃てるわけだから、すぐ死んじゃうんですよ。本当はこうやっていった時にこうやってすぐ回避できれば全然勝てるんだけど、そういうのって結構焦るじゃない。目の前に敵が来たら、うわ、どうしようと。だからこうやっていって、目の前に敵いたらこう腰打ちにするとか、ADS でエイムするとか、いう風に分けれたらいいんですけど、そういうとこでのミスってのがもっと。はい、というわけで、今回はね、ソードフィッシュ珍しく使ってきた時の試合のシアターから持ってきて喋ろうかなと思ったんですけど、なんか、極端にこの場面で前に進むなとは言えないんですよね。普通に敵がいないから前に進もうってことで、自分でこうメリハリをつけて、こっからは敵がいるゾーン、こっからは敵がいないゾーンっていうので、まあ、前に飛びながら進むのか、まあ、普通に横飛びとか敵と目の前にねできるだけ、接敵しないような動きをするのかっていうので、正直こっからはこういう動きっていうのは、まあ、その試合ごととか敵の動きごとに全然違ってくるので、まあ、長年の勘じゃないんだけどさ、長年の勘だよ、みたいなのを使って自分でマップと味方の位置、相手のリス位置を把握しながら動くしかなくて、でたとえ敵が目の前に来ちゃったとしても、即座に腰打ちとエイムの切り替えをうまくやることでしか避けることはできないから、まあ事故を防ぐっていう意味での軽く頭に入れといて、この動きは弱いんだなっていうのをこう自分の中でね覚えていくことによって、まあ、できるだけ回避できるし、まあ、最悪その場面になった時でも、まあ判断がね素早くつけばっていうような意味での、今回は解説なんですけど、別にその動きやらないからといって、まあ全部に全部勝てるわけではなくて、ただ単純に、まあ、そういうとこでの死亡率が多い人っていうのはすごい多く見られたの で、それ減らしたら、まあ全体が20、30デスしてた人が、まあ12、3から、まあ、20デスぐらいまで減らせるんじゃないのっていう。どうしてもニュークとか、細かい接敵、近場の接敵が多いマップになると、そういう部屋中に入ったタイミングで敵の目の前、入り口で待ってた敵に、銃口の目の前に飛んでって速攻で溶かされちゃうみたいな、結構あると思うんですよね、まあ、自分もそういうのあるから、まあ、普通にリュークだと相手リス側に行ってさ、リス狩りしようとすると、え、そんなとこ立ってんのみたいな、ところに敵がいて負けちゃうみたいな、まあ、それとも別に総合キルでいうと80の12ですとかの試合がほとんどなんで、別に死にすぎてるわけでは
ないからいいんですけど、それでもねやっぱり気になるじゃん、どうしてもやっぱそうやって初心者とか中級者、自分のものはまだまだだなとか思って、こうやって解説動画を見てくれてる人とかっていうのはそういうところのデスが多いんじゃないかなと思うわけでして、まあだったらそれを減らそうじゃないのっていう、そうやってね自分の減らせるところ、ミスを減らせるところをどん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 減らしていくことによって洗練されて、まあ、上手くなっていくわけだから、まあ、別にやらないに損は、ね、やって損はないので、まあ、少しね今回もし見たら、そういうのたまにはあんのかなと、自分の動き再確認して、減らしてみてはいかがでしょうかっていう感じです。まあ、MWBO4 APEX バトルフィールドはそんな飛ばないかな。あとはなんだろうね、自分は最近この辺しかゲームやんないので何とも言えないですけど、まあ、キャラが動くキャラ、動く作品、敵の目の前にジャンプしうる作品においては、この動き全部強いんじゃないかなと思います。今回ね BO4 を題材にしてやっちゃってるので、まあ、本当は他の作品もって言って歌ってやってるけど、今回のタイトルでは、まあ、BO4 のユーザーが多く集まってるだろうし、まあ、他の作品の人はいや俺はないわみたいなって言ってね、まああんまり参考にしない人もいるかもしれないんですけど、まあ普通にねどの作品でも FPS、TPS って敵の目の前に飛んじゃうってすごい弱い行為なので、まあ、できるだけ自分の、一番動かしやすいエイムでのね距離取って戦うのがベストであるので、まあ、それをやっぱり心がけられるのとどうかではね、まあ、よっぽどエイムが良くない限りは自分の苦手な距離、苦手な、まあ、位置でのね打ち合いになるとやっぱり負けることって増えると思うので、まずは完璧になるまでは、そういうね自分の苦手から避けて得意な方で勝ちに行くっていう方法が一番上達に近いと思うので、ぜひやってみてください。今回ね、フリンジって言って、まあロングも近距離も中距離も、まあ、オールレンジが打ち合えるマップなんですけど、基本的にこうやって長屋に入った時とかのね、敵とかは腰打ちとうまく打ち分けないと敵が目の前にスライディングしてきたりとか2枚入ってきたりするのですぐ溶かさなきゃいけないんだけど、そこでね判断見誤ると負けちゃったりするんですよね。まあ、たったの1回の負けで別にいいやって言って、ね、試合中はそんなに気にしなくてたとしても、意外とシアターとかで見返してみると、自分も今回こうやってシアター見返してそうだったんだけど、すげえ無駄なところで死んでるんだよね。あ、もちろんランクマでこれは配信中のアーカイブなので、とにかく動いて動いて別に慎重にやったところで、ね、見てる人はつまんないっていうコンセプトでやってるのでひたすら動いてるんですけど、 GKS 使ってるシアター見てもやっぱりあここ死んでるんだなとかっていうのが多いので、まあどんだけ上手い人だろうと、まあ、やっぱりある程度はねミスが試合の中ではちらほらと見えてくるので、まあ、完璧って人はめったにいないと思うのでね、こうやってね少しずつ解明していくことによって上手くなるんじゃないかなと。今回多分100キル超えの1万何千ダメいっててこんだけミスがあるってことは、じゃあこれ全部潰したら150キルぐらい2万ダメぐらいいけるんじゃないのっていう感じだよね。まあ、どうしてもすぐにやろうと思ってやれるもんじゃない部分もあるかもしれないんだけど、まずはねこうメリハリ、キャラコンのメリハリをつけるように練習してみてほしいです。まあいいかなって感じ。まあ、真横に飛ぶ低空と斜め前に飛ぶ低空、真ん前真後ろ、まあ全方向にね自分がやりたいときに、その方向に行けるようにキャラコンをまずは極めることをやってみるといいんじゃないでしょうか。ということで、ね、今回は、こんな感じで前半の解説がメインで、後半はちょっとね試合なんかを見てもらったらいいかなという感じでやってみました。もし参考になったらよかったらね高評価押していただけると嬉しいです。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。みずゆりさんバイバイ。